ができてよかった。考えてみれば思い出話なんて俺たちあんまりしないから。かといって未来を語るわけでもないし、つまりいつでも今の話ばっかりで、今何を作りたいかばっかりで、俺にはそれがちょうどいい。でも昨日久々に昔の話をしてつくづく思ったよ。俺たちは何をあんなに信じきってたんだろうね。何も疑わず365日音を鳴らし続けてたんだろうね。何も知らなかっただけなのかな。それだけだったのかな。8年前、いつも電車賃さえギリギリで、スタジオは安いからって深夜の5時間パックに入った。初めてのモンゴログルマはレコーディング帰りの朝の15号線上で煙を吐いて死んだ。初心者マークをつけて道路上で立つスキス、あまりに無力なその車に浴びせられるクラクションと冷たい視線。日産マルさん、君の勇姿を僕たちは忘れないよ。初めての給料が振り込まれるって、作りたてのカード持って新横浜のコンビニに4人で行った。ドキドキしながら ATM をぐるっと囲んで入金を確認すると、思わず店の中で万歳して叫んだんだ。1万5000円だったけど、初めて認められた気がした。何をやってんだって後ろ指刺されて生きてたような気がしてたけど、別にそれが嫌だったわけじゃないけど、でも嬉しかったんだ。そんな初めてもお前らと一緒だった。あの時、あの時期、お前らは何を思ってた。多分同じ気持ちだったって勝手に思ってる。一緒に同じ時間をくぐり抜けてくれてありがとう。見てるんだろう。あなたが見てるその先を目指します。あなたは変わった。
幼い頃の大切な言葉、あれは僕の思いです。死ぬまでずっと大事にします。あなたが僕らの体です。怠け者のうちらの中で一人続けることをあなたはやめない。不器用で一途で優しい、この4人の根っこはあなたが動きます。見えないところで何を思い、何と戦っているんだろう。そんなことを考えます。たまには見えるところであってほしい。好きに甘えてみせてほしい。大丈夫だよ、言わせてほしい。ネジが外れたあなたも好きです。 K、 あなたは僕らのハートです。元気にしてますか？まっすぐ晴れた気持ちで今日も生きてますか？もしそうならきっと俺らもそうだから、あなたの心はそのまま俺らのハートです。いいも悪いも堂々と生きろ。逃げれば言い訳を探せ。下じゃない、前を見ろ。俺が言えるのはそれくらい。あとはたくさん教わった。初めて言うけど何度も救われたから、笑った顔のあなたが好きです。あなたたちは僕の誇りです。僕にとっての奇跡です。あなたたちだけが死ぬ俺がいるでしょう。そんなことがたまらなく嬉しいです。嬉しいです。いつも緊張する。世界で一番最初に曲を聴かせられる瞬間、でもこれからも変わらず聴いてほしい。俺が作った曲を世界で何よりも一番最初に聴いてほしい。